イベント、水玉の夢のステージ攻略、DV の7に行きます。ここは合成コールを掘れるステージですので、周回用に3人で行きます。先方がいない。それでもここは間に合いますね。まずは下ルート、ソーンズを上向きに配置。最初の敵に間に合った。この謎の敵たちが、大気ロボに近づくと、ロボが起動してしまうので、ロボより手前で止めて倒します。次は右の真ん中から来てる。ここも同じように、大気ロボの手前で止めます。ちなみにここは、マウンテンのスキル2でも可能っていうか、マウンテンの方が安定します。左はケルシーだけど、一番左のラボは塞げてないね。そこは配置負荷なので塞げないですね。仕方ないので、そこのロボは起動してから、ケルシーのスキルで倒します。起動した。ロボが来るのを待ってから、スキルを使いましょう。ロケランブッパ楽しそう。あれは最大4人に撃ってくるので、厄介ですね。そして左の弾に、もう一回ケルシーのスキルを使っておきます。なんで？最後、右下の弾にソーンズが倒されて、ロボが起動しますが、その時に、他の敵が残っていると、クリアにならずに時間がかかってしまいます。なるほど、終わった。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。